ね、今日は本当に2時間ぐらい前に我が家にまたしても届きました。イエーイ。ということで何が届いたかと言いますと、じゃん、またこちらから届きました。おめでとうございます。と言ってもまた私じゃないんですけどね。はい、前回もあれ何段のが当たったんだ。第3弾の、ワンマンズドリーム2ザ・マジック・リブス・オンのフォーエバー・ワンマンズ・ドリーム2キャンペーンが、第3弾のものが当たっていたのですが、なんと今回ですね、さらにその応募を、第1弾、第2弾、第3弾ありましたね、その中から、また抽選が行われて、当たったのがなんとこちらでございます。ということで、今日はこちらの開封をやっていきたいと思います。拍手。ということで開けていきましょう。どっから行く？普通に上？うん、上でいい。上で、はい、上でこう、こういきますね。うん、どうぞ。いきます。開けます。触った感触言わなくていいの？触った感触ですか？もう箱。マジで箱。絶対箱。絶対にあの箱です。もう楽しみでしょうがないよね。やばくない？はい、開封でございます。では開けていきたいと思います。確かに表情が分からなかった。やばい。へえ。いくよ。あっ、いきます。すごい。フォーエバーワンマンズドリーム2って書いてありますね。ではこっからが開封でございます。先にちょっと見ていい？こぼれないか。あ、大丈夫。いくよ。やばい。鳥肌止まらん。なにこれ、どうしよう。すごい鳥肌なんだけど。やばいやばい、すごいすごい、見える見える、やばいやばいやばい。いくよ、せーの。ということで、こちらがワンマンズドリーム2ザ・マジック・リブス・オンフォーエバー・ワンマンズドリーム2キャンペーンでございました。それの、5000名様に当たる1弾、2弾、3弾の応募をした人の中からさらに抽選で選ばれると、こちらが抽選で当たりますよという最後のフィナーレのカーテンでございました。イエーイ。本当にあのワンマンの最後のフィナーレで使われていたあのゴールドカーテンの一部が記念として抽選で当たっております。ということで、この写真もついてて箱もプレミアなものがついているワンマンの、あー素晴らしい、この非売品めちゃめちゃいいなと思っていただけた方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。